どうも、内山美恵です。東京に行くことになったので、その1日を撮っていこうと思います。あ、ちなみに今ちょっと運転してきて高速道路にいるんだけど、お化粧はね、移動中にだんだん完成していくスタイルです。ちょうどサービスエリアに立ち寄ってるので、まずはお買い物していこうと思います。行ってくるぞー。セデッテ鹿島。買えたぞ。ここね、お土産がね結構いっぱいあって、道の駅みたいな感じでお野菜とか地元のものがねいっぱい置いてあったんだよね。こちらです。地元のねパン屋さんっぽいところが入ってたんですよ。四つ割りパンって、福島、今福島のどこ、南相馬らへんだと思うんだけど、この南相馬、地元のね原町製パンさんかな、四つ割りになったパンと、10年って知ってます？10年パン。福島でエゴマのことを10年って言うんだって。これ買いました。後で食べたいと思います。朝早くてちょっと小腹空いちゃったので、味見です。ずんだーんだって。ぴょん、4つに割れてる。じゃあオープンします。パカ、ぴょん、ホイップがめっちゃ入ってるのと、ずんだーん、おいしそー。旅ってこういうのが楽しいよね。この緑のなんだろう、わかんない。いただきます。昔懐かしいパン屋さんのパンの味がする。おいしい。一気に食べきっちゃうタイプのやつ、うまい。もう一個はね、ふわふわー、わー、ふわふわしてる、やば。10年どこに入ってんだろうね。もっちもちー、すごーい。あ、あったあったあった。どんな味だろう。甘じょっぱいね。味噌味なんですわ、これ。お味噌。あ、なるほど、こういう感じだ。甘い味噌にごまが入ってて、ごま味噌パンみたいな感じで、もっちもちで美味しいです。これ、これなんか米粉？あ、米粉だ、やっぱり。もうずっとやばい、食べ続けてたらこれお昼ご飯食べれなくなっちゃう。これおやつに取っとかないといけない。じゃあ運転します。はい、現在茨城県のサービスエリアまで来ました。さっきのところもそうなんですけど、ここもね欲しい買い物あるんだけど、冷蔵なんだよね。納豆とかだから帰り道に寄れたらいいんだよね。ちょっと休憩して顔面もお化粧整いましたので、このまま東京を迎えたいと思います。はい、東京に到着いたしました。ビシッとね、ちょっとジャケットなんかも着ちゃってね。今からこちらの方で、私プロスノーボーダーなんですけど、まあそりゃそうだな、プロスノーボーダー内山美恵の山から降りればただの人っていうチャンネル名なんで。でね、私が PS アジアって言ってプロスノーボード協会の理事をやらせていただいてるんですよ。で、今回は3日間の長きにわたる会議の方を行いますので、こちらでねがっつりとミーティング今からしていこうと思います。緊張するぜ。しっかりしなきゃ、真面目にやらなきゃね。頑張っていきます。じゃあ後ほど。はーしょ、ただいま無事に長いミーティングが終了しました。めっちゃね頑張りましたよ。いい会議ができたんじゃないかなと思います。終了した後はある場所に向かいます。ゴーゴー。はい、ホテルに到着して楽になった。着替えたよ。
今回はね、お仕事で来てるからホテル取ってもらったんだけど、せっかくなのでルームツアー行きまーす。相変わらずね、今日はお二人の部屋なんでございますが、もう一人ね泊まるんですけど、まあ荷物が多いんだわ内山さん。これで、あっちの奥のクーラーバッグ、いつものとお菓子バッグ2つ分ありますからね。ちょっとねこれ簡易ベッドなんだけど、こっちはねまだ広い方のベッド、これシングルに無理やり2人詰めたみたいな構造になってるけど、外はどんな感じかな。ほいー、え、わかんない、どうやんのこれ、え、どうやんのこれ、わかんない戸の開け方がわかんない。はい、部屋がね、あの、なんていうの、どっちかっていうとこうコンパクトな感じのホテルになっております。はーい、こんな感じです。今からね、すぐにでもご飯に行きたいということで、今決めてくれてんのかな、これから皆さんとご飯に行ってきたいと思います。夜都会、今駅の目の前にいるんですけど、一足先にね、皆さんがお店を探しに行ってくれてて、今から合流するんですけど、なんかこの橋、揺れてる、なんで、都会の橋は揺れるのか、振動やばいんだけど、まあいいか、ポケモン GO せっかくなんでポチポチしながら向かいたいと思います。わーい、ちょっと都会だ、都会すごいね、いいね、街が綺麗、みんなと一緒に出ればよかった、都会慣れてないのに、いや、ナビがあるから大丈夫、たどり着けるよね。あと夜の街をさ、一人でこうやって歩いてるとさ、なんか都会の人って感じじゃない、なんかね、身も心もちょっと都会の人みたいなね、何言ってんだろうね、まあ、ウキウキしてるんですよ私は。せっかくね、東京に来てるんだから夜は楽しまないと、楽しみにしてたんですよ。今夜はこちら、はい、秋葉原でバクステ行ってきます。行ってきました、めっちゃ楽しかったです。終わった後はせっかく東京に来てたから楽しまないとということで、秋葉でアイドルカフェに行ってまいりました。めっちゃ可愛くて超癒されました。はい、完全プライベートでございます、ありがとうございます。そんな感じで私の1日密着をお届けしました。はい、お疲れ様でした。こんな感じでね、目まぐるしい移動と、はいこっち、はい次こっちみたいな、ブツブツブツって感じの一日にはなってしまったんですけど、いかがでしたでしょうか。東京に来るといつでもいっぱい移動しちゃってます。本当はね、時間があればレイドバトルとかできたらよかったんですけど、今回はね、なかなか、また東京に来た時は次回もいっぱいスケジュール詰め込んで最大限楽しんでいきたいと思います。はい、これから編集頑張って、ゆっくり寝れないか、はい、明日も頑張ろうと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方はチャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。また東京とかおすすめの場所とかありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。